参りましたよ、イマーシブフォート東京。テーマパークです。新しい。ね、楽しみですね。どうしたらいいの？どうやって回るの？全然わかんないです。おお。なるほど。こんにちは。はい。わーお。東京リベンジャーズに行かなきゃいけないんですよ。懐かしいね、ここ昔のヴィーナスフォートだ。お店が全部閉まってる。もう本当に店舗がそのまんま、そのまんま残ってんだ。じゃあいろいろできるじゃん、お店も広さも。ここだ。ああはい。どんな感じなんですかね。ご飯を食べます。キャバレーっていうところ、はい、なんか料理、ご飯食べれます。あそこね。あ、ショーが見れるんだ。美味しそう、はい。これにしようかな。季節のフルーツと生ハムのサラダ仕立て。サーモンのムース、フルーツシューのアミューズ、美味しそう。アミューズって、私キッズスペシャリティは。キッズスペシャリティ。どこだったよ、通りで。やばい。ねえ。超楽しかった。本当にかっこよかったしね。あれは3500円プラスなんだよね。通り部しかね今日は買えなかったんだよね、うん、でももう一回行きたいぐらい。もう一回行きたいね。マイキー、ドラケン、タケミッチーとかもなんかそのまんまなの。うん、そんな顔してたの。もうすごもっとすごかったよ。そうポカーって、うん、あの恋する乙女のか。通り部めっちゃ好きなんだけど、うん、ドラケンくんが一番好きなの、うん。ドラケン君はなんかイケメンじゃなかったらオコプンとか思ってたんだけど、なんかイケメンとかの問題じゃなくて超えてきた。わかる？わかる。本当に坊主にしてて、で坊主に髪の毛じゃないですか、ドラケン君って。なんかそのまんまじゃねみたいな感じ。なんか始まるらしい。お腹すいたことで、キャバレーのご飯は高かったね。高かった。2人で6200円。2人で6200円ですよ。だいぶどころじゃないですよ。でも美味しそう。サーモンのやつムースじゃない、よくあるやつ。あ、うん、あ、うん、皆さんも踊りたくなったんじゃないですか。踊りたくなった人、イエーイ。さあ、ステージの上に上がってダンスを踊っていきましょう。踊りたくなった人、はい、じゃあ早く手を挙げてくれた途中のお姉さんに上がってもらいましょう。どこ行きますか。オッケー。お二人にはこのカンカンダンスに欠かせないカンカンスカーフを身につけていただきましょう。意外、ウエスト、シーダ、はい、ウエ、シー、いいですね。2人からもう一回行きましょう。せーの、ウエ、シーダ、ウエ、シーダ、ウエ、シーダ、たたくんで、レッツゴー。オッケー、オッケー、サックルも、タックル、足も、上げて、サックルワッチングポーズ、ウォー。素晴らしい、素晴らしいダンスを見せてくれた、お二人に大きな拍手を。初めてですか。初めてとは思えない、素晴らしい。じゃあ、気をつけて、足を気をつけて。
最高に盛り上がりました。やばいな、甘すぎ。海外っぽい、海外っぽい、海外みたいだね。ほら食べてみて、マッシュポテトじゃん。あ、柔らかいお肉。柔らかいね、柔らかいね、お肉。あ、おいしい。こんなに楽しんだね、今しぶなんだ、今しぶなんとか、なんとか急に踊ったから疲れちゃった。ごめん、今度からさ、VIP 席にいるときに手挙げてくんないかな。で、当たると思わない。適当にさ、いつもみたいにはーいみたいな。それはだっていないもん、やりたい人いないもん。いや、あんな感じだと思う。みんなもっと上がるのかと思って。真ん中にいるときにしていただけますか。でもちゃんとカメラに向かってってやってくれたじゃん。やってくれたね、ちゃんとこっちに ね、すごい気の使いよう、うん、素晴らしい。あの、桜だと思われてますよ。確かに桜だと思われるような対応をして。桜でも何でもないです、対応できちゃう、できちゃうタイプ。東京リベンジャーズカフェ来ました。はい、カフェフラワー、タケミッチタイマンボックス。タケミッチのポテチクリームソーダにしようか。何それ、これですか、うん、あ、これはあの普通のクリームソーダ。あ、豆まんじゅうというのは。あ、そう、豆まんじゅう肉なんです。肉まん、タイマンボックスと、はい、なんだ、はい、クリームソーダで、はい、以上で、はい、うわ、え、これは何、すごいね、お洋服置いてあるよ。そうしよっか。え、すごい服ですね。俺の言うことは絶対に聞け。すごい。え、これかけられる？かけられない。ない。本物だけど本物じゃないんだ。あ、なんかついてきた。これは一体何すか？スーベニアで。おお。あ、スーベニアがついてくるんだ。あら、素晴らしい。ランチョマット付きなの。うわ、あ、え、な、なに、あ、なんか怒ってる、あ、なんか怒ってる、怒ってる。おお、うわ、すごい。てめえの相手は俺だよ。あ、てめえの相手は俺だよ。で、これ特攻服になってんの、おにぎりが、うん、おいしい。どう、ねえ、これさ、もしかしてこれがこの子で、これがこの子なんだ、うん、あ、あ、わかった。そう、マイキーなんだ。ドラケンなんだ、うん、ドラケン大好き、今ドラケンの特攻服してる。あ、そうなの。初代副省庁。誰？ドラケン。へえ、マイキーちゃんのオムライス食べてください。オムライスなの？オムライスです。マイキーの大好物なのよ、オムライスは。あんた今、友達から聞いたんやんけ。そんな、自分で知ったかのような言い方して。ちゃんとネタバラシするかな、私は。マイキーってオムライス好きなの。ね。作ってあげたい。え？オムライス。あんたオムライスしか作れないからね。卵も割れない。あ、あ、旗付きオムライス。旗付きオムライスなんだ。旗付きオムライスが好きなんだよ、マイキーは。卵も割れない女が何言ってんだが、吸えないんだけど、これ。そう、あのタピオカが必ず詰まって吸えない。これもうちょっとストロー太くしてください、ね、お願いします。ストロー大きくした方がいいよ。ストローは太いものに変えていただきたいですね。もう無理だ、もう無理だ、もう出てこない、もうダメ、出てこない。なんかやってますよ、推しの子のライブが始まるらしい。推しの子もやってるらしいんです。まただから推しの子ブーム過ぎ去ったら違うアニメになる。そうだね、だからいろんなこう内容をどんどん変えていくから、多分ここはもうね、バイオは絶対やると思う。やるだろうね、やると思う。バイオはマジでやってほしい、うん、絶対来る、絶対行くわ。そしたらちょっとリアルだから、できそうだもん。え、リアルだよ、マジで。そう、曲がりちゃうと曲がったらいるよね。リアルすぎちゃって無理かもしれない。ユニバでさえリアルなのに。でも映画とか出てきそうじゃん。映画出てきそうだね。あ、だレオンも出てきそうだし、なんならあっちこっちにクレア、ね、クレアとかいそう。キャーキャー言っちゃう、手振っちゃう、こうやってキャー、ね、助けてくれちゃうから、上から。そっか、うん、ゾンビに向かって。またイケメン、そう、またイケメンなの。またイケメン。ごちそうさまでした。はい、2400円。すごい値段。すごい値段ですが、いくら使ってんの今日。3万円ぐらい。やばいよね、これを買ったら。これがつくんだって、ランチョンマット。スーベニアなんだって。
からまあまあまあ嬉しいね、ファンからしたら。であとこれね。おお、何これ、わかんない。酔ってるやついる。あ、いねえよな。いねえよ。じゃあ行きますか、推しの子。はい。画面と連動して光りますよ、ね、素晴らしいですね。あ、ってあんた、わかんない、こういうコンサート行ったことないから、うん、行ったことないから、あ、今みたいな感じなんだ。そうで、こうやって振って、こうやってなんか怪しげなお姉さんが歩いてるけど、何ですかこの人は。この人は何、知り合いかな。知り合い、ミクの知り合い。写真を撮ると何かが映るらしい。はあ、分かった、うん、探してみて。この街のどこかって言ってたわ。た、私も知らないの。また会いました。分かんない。なんかミクが来ない言うからしょうがないんで、私お友達と3人で入りますわ。こういうお話かというと、こういう感じですね。はあ、暗号機を探し出そう、ハンターの追撃から逃げよう、仲間と対策を立てよう。え、そうなんだ。割と頭使う系ですか。あ、あのね、クイズをクリアするんだって。スコア、なるほど。二つお話があるヘンゼルとグレーテルなので、ヘンゼルとグレーテルの方に入ろうと思います。ヘンゼルとグレーテル来ました。魔女、あ、どっち、どっち行く、どっち。ヘンゼルとグレーテル。母親は病気で死んでしまい、父親とママ母と一緒に暮らしていた。まだまだお腹が空いてるだろう、好きなだけお上がり。かわいい、めっちゃかわいい。
だまだ体験してないことがありますので、また絶対行きたいなと思いました。シャーロック・ホームズとか行きたいですね。お金はちょっと高いんですけど、その分充実した満足できる施設になってますので、皆様も足をお運びください。楽しかったです。時間あっという間です。雨でもね、今日みたいに雨の日でも楽しめるのがいいなと思いました。そして平日に来るとガラガラ、もうガラガラ土日はね、激混みらしいんで、お気をつけください。ではまたね、バイバイ。